はい、やってきましたよ。今日は淡路島、鋭き関西のロケ。海釣りです。サバメインで、アジも釣れるかも。わからないです。初めてですから。楽しいですね。楽しいですね。ワクワクですわ。これですか。スペリオル、スペリオル。普通にパワーシェーカー、パスで使うやつと、シャープカット。リーダー何ポンド？三。え？三ポンド？三ポンド。そう。え、そうなん？ちょっと細すぎやな。マキノソが四とか持ってきてんで、五とかも六とかも。六ぐらいにしてるけど。え、嘘やろ？ほんまに？ほんまに四十ぐらいあるから、結構ちっちゃい青物やから。結構あ、そう竿が強かったら切られる。あ、マジ、うん、あのサイズだったら。あれはどんなに見えんかったの。結構飛んでんねん。全然距離は大丈夫。うわー楽しみやな。こうやってどうすんの。シャ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 、早く。いや、ゆっくり切る前ゆっくり一回子供取って。ボトム取んの。一回ボトム取った方がいい。で、そこから斜めになんかゆっくり巻いてもいいし、で、ちょんちょんしゃくりながら巻いてもいいし。でそれはもうなんか食いそうな雰囲気のアクション。この時間帯のなんかみんなシャッ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 ってやれ。それはまあ浮いてたね、魚が。あっち潮目できてきたからさ、前にあいが近づいて、うん、届いたら、やっぱあいとかここもな、ここもな、うん、プランクトン溜まってるから。別にこうやってこんなんでもいいの。うん、なんでもいい。別になんでもなんでもいいよ。うん、魚の前に通ったらいい。通ったもん勝ち。ゆっくりもう自由にこんなんもあるよ。うん、だから別に中華吹いてもいいのよ、全然。あの、ただ漠然としてるから。ああ、あと昼間はやっぱ行きにくい。ボトムパンピングとかでもいいの。全然いい。マジで、うん、そんな釣れる。幅は分からんけど、なんかおるの。こんなちっちゃいの、1号ぐらい。もっとちっちゃい。そうやったら、そんなもんちゃうか。これか、うん、これこか。お、あ、来た。抜けた。なんか乗った。マジで。なんか、いや、分からん。DB かも。多分なんか乗ってる。せやろ、ほんまに。これ変わってる。ほらほらほら、アジや。ちゃう、イワシ。ああ、これだ。何してんの。あのサイズ的なアジかな。いや、今日上手やな。予想だな、負けやった。ほんまに、うん、上手やな。いや、あってのか知らんで。何色はやん、赤か。海はピンク。チャトルス思てねんけど、ちゃう。白か。結構でも、ここってバンクだけじゃないの、うん、ずーっとでっかいものが移動してるから。これイワシ？これイワシ。イワシやな。イワシ、イワシ。チャンス、ビッグチャンスじゃん。これはでも、すぐに。よっしゃ、出た。お、よしよし。サバサバサバ、やりました、やりました。ああ、大ざまぬがれました。最低ノルマ達成。この日のあるうちにするのが値打ちがあるんだよ。松井くん、もう一回ちゃう。下がってきたな。お、何や、何や、これ。サバか。お、何や、大ざ。でかいんちゃう。何が来た。やりました、釣りました。やったな、まず。
上か。マジ食べる猫みたい。なあ、やっぱりマッチザベイトやな。そういうことやな。あ、行かない。お、いや。よいしょ。よいしょ。おお。あ、行かな。やりました。やりました。さんの軽量用のミノです。マジックアワー素晴らしい。はい、からです。バスもサバも行ったら網で救いたいです。マジや、マジや。おお、あ、マジだ。食った。食った。おじい。おじいだ。マジや、マジや。おお、マジだ。食った。食った。何が、何が食ったの？え、いや、ま、あのマグロじゃなくて何あれ？ブリ。ブリ。おる。びっくりした。みんな動くするから狙われんの。てか、誰釣ってほしい誰か。何か俺の。釣ってるやつも全部ギムレット。まあ、それギムレットです。ギムレット。もうカメラの前で。あ、ごめんごめん。全然大丈夫。ごめんごめん。ああ。トラちゃんはこんな。幅でこんだけ引かれたらな。そうなさい。じゃあ、俺の姿に当たってるじゃない。あの目白が無理でしたら終わりやな。